iPhoneTV。こんにちは、サイフォン TV です。今日はどこにいるかというと、大阪に来てます。大阪府豊中市というところに来ていまして、今目の前に川が流れてるんですけど、これは千里川という川です。淀川水系ですね。淀川水系の、稲川の支流の千里川。淀川水系、淀川支流、稲川のさらに支流の千里川という川になってます。なんか今目の前で工事をやってまして、これはなんかね、千里川のなんていうか、いわゆる防災工事というか、あそこに看板があったんですけど、なんか災害に強い川にしますというような感じ。まあ土砂のなんかあれかな、土砂の浚渫とかですかね、をやってんですかね。結構溜まってる土砂を取ってるように見えます。ちょっとわかんないですけど。でまあ今日はこの千里川の土手をちょっと歩いています。このね、千里川の土手、なんかこっち側にね、ちょっとすごい高い壁があってずっと続いてるんですけど、これなんだろうね。いやー、千里川はね、昭和42年かなの北雪豪雨っていう、まあこの地域にすごくものすごい大雨が降った豪雨がありまして、その時にね、すごい大きな被害が出たそうなんですね。でまあそれまでは結構くねくねして流れていたのを、その後直線的に流れるような改良をしたりして、その後はね、大きな被害も、まあ、出なくなったそうなんですけど、北雪豪雨といえばちょっと前に動画を出しましたけど、相川ダムというダム、大阪、まあ、この近くなんですけど建設されている相川ダムも北雪豪雨を契機に計画して今建設されているダムですね。というわけで千里川の土手を歩いてます。いや、今日は天気が、朝寒かったんだけど天気も良くて、ちょっと暖かくなってきて良かったなと。ちょっと200m ぐらい、 100m か 200m ぐらい下流の方まで来ましたが、この辺はあれだね、河原に結構、まあ、若干土砂も溜まっていて、草も生えていて、まあ、草も生えてるってことは逆に言えば大きな、ね、水害は起きていないのかなと。大きな、そんなにこれらが流されるぐらい、こんな木とかがね生えてるけど、こういうのが流されるぐらいの大量の水は最近は流れてきてないのかなっていう気がしますが、へえ、これが千里川か。なんかあそこに橋がかかってますね。え、ちょっと待って、なんか飛行機がこっちに向かって、おわあわあおおおおマジで、めちゃくちゃでかい飛行機が目の前を飛んで、今目の前に着陸しました。あ、向こうはなんか離陸もしてるな。ここね、伊丹空港なんですよね、大阪の。伊丹空港の滑走路の端っこをこの川が流れてて、ここにいると、飛行機がね、本当に着陸寸前のものすごい低いところを飛んでくるので、今日はこれを見に来ました。千里川はまあ河川改修しているということで、今日はこの空港に着陸する飛行機を眺めたいと思っています。すごいね、
この付近では航空機からの噴射で危険ですから立ち止まらないでくださいって書いてある。離陸する飛行機があれか、こっちにエンジン、お尻を向けてエンジン噴射するから風が来るのかな。お、また来た。今度はでもちょっと横の方だ。滑走路が2本並んでて、その隣の滑走路に着陸したんですね。あ、でも今離陸しようとしているのかな。あれでか分かんないけど、この塔は横から来るの。またなんか次の飛行機来たね。まだ遠いけどキラキラ光ってるのが見えます。鳥も飛んでる。お、来た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 。低いよ。すごいな。飛んでる飛行機こんな間近で見えるところないよね。まあ、僕に言えばただ飛んでる飛行機が近くを通るだけなんだけど、なんでこんな面白いんだろうな。これ飽きないな。これはなんか一日いても飽きないな多分。あ、それでまたなんか次の大きい飛行機が今度は離陸するんだね。あれまた息きたね。
なんか橋がかかってると思ったんだけど、これは橋は橋だけど、人が渡る橋ではなくて、あれだね、あの滑走路の、なんていうんだこれは、進入とパイロットに見せる、あの滑走路の中心を表すライトがちょうどこの川の真ん中に必要なので、ここに橋をかけてその上に誘導進入灯を乗せてるんだね。じゃあ、あのフライトレーダーで見たところ、このあと羽田から来る787っていう、まあまあ結構大きい飛行機が来るみたいなんで、それの着陸を見て終わりにしようかな。これね、このままだと多分1日行っちゃうからね。あそこにも飛行機が2機、編隊飛行しています。あ、後からもう1機来た。すっごい遠くの方に機体が見え始めましたね。ちらっと点が見える。あれが羽田から来た JAL らしいんですけど、ボーイング787っていう結構大きい旅客機。うわ、真正面にいるな。本当に本当に今ここに向かって飛んできてる感じが、本当にこっちに向かってきてるな。あれですよ皆さん、ちょっと大阪で時間がなんかちょっと余ったなみたいな、今日暇だなみたいな日は、多分大阪でね暇な日なんて多分ないんだろうけど、いろんなもんありますからね、ないと思うけど、まあ見にわざわざ見に来てもいい場所じゃないかなとこれは思います。なかなか面白い、いやエンターテインメントだと思いますよこれは。昔はね、なんかここ、あの、今はもう来ないらしいんですけど、昔はあの、ジャンボジェットとかね、あの、すごい、もっと大きい飛行機がバンバン、あの、関西空港とかできるまでは、もっと大きい飛行機もバンバン離着陸してたらしいんですけど、まあ、それでも今もね、なかなか大きい飛行機、飛んでくるんで、ぜひ、皆さんも来てみてください。まあちょっとね、今回はあの、川物でもないし、ダムでもなく、川物でもないんですけど、まあサイフォン TV はあの、インフラ施設を紹介するチャンネルということで、知らない人も多いと思いますが、まあ一応ね、飛行機とか空港も交通インフラということで、紹介させていただきました。あ、またなんか来たよ。紹介させていただきました。じゃあ、あの飛行機の着陸を、いや、あれは隣の滑走路に着陸するんだね、きっと。じゃあ、あの飛行機の着陸を見ながら、帰りたいと思います。では、この動画が良ければまた、いいねボタンを押してください。チャンネル登録もぜひお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。Thank you.
you.